茨城面白研究所すぐに使える茨城弁会話。あれはハングリーハングリーハングリー。どうも、講師の山中隆俊です。アシスタントのデレ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 スケです。お願いします。そんなに腹いってるんですか、ハングリー。あ、これから食べてから始まるようにしたいですね。いやいや、やっぱちょっとお腹空いてるぐらいの方が集中できるんで。なるほどね。つまり絶好調です。そっか。はい、まあ、今回クイズバージョンで、あ、出た、はい、ちょっとクイズバージョン、皆さんもね、一緒に考えていただきながら、ちょっと茨城弁を学んでいただこうと思います。いいですね、いいですね。まあ、まずはね、じゃあまず VTR を見ていただいて、うん、その VTR の中でどんな茨城弁が使われているのかを考えていただきたいと思います。なるほど。まずは問題となる VTR です。どうぞ。おっせえなー、10時待ち合わせだっつったのにもう11時になっぺよ。何やってんだっぺ。ごめんごめんごめん、遅れた、ごめんごめん。おお、ごめん遅れたけど、おせどごめん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 、おめえ。はい、見ていただきました。ああ、なるほど。結構シンプルな感じしますけどね。そうですね。そんなに難しくなさそうな気はしてます。まあ、まずはね、こういうキーワードになってくるのは、はい、まあ、遅刻をしてるんだと思うんですけど、まあ、間違いないですね、はい。まあ、どのぐらい遅刻をしてるのか。はい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 、まあ、ここはね、まあ、10時に待ち合わせをして、うん、もうすぐ11時だと言ってましたんで、まあ1時間の遅刻と、でしょうね、うんうんうん、ことだと。まあ、この辺を踏まえてね、はい、茨城県民さんが、まあ、何と言ったかですよね。これはでもすごくシンプルだから、はいはい、まあ、1時間遅刻だぞ、はいはい、しみじみしろ。ああ、なるほどね。もうやってますから、しみじみは。はいはい、やってます、やってます。そうね、うん、しみじみしろもだいぶベタな。なるほど、なるほど。まあ、じゃあヒントといたしまして、うん、あの日本語は何と言ってるか、はいはいはい、という字幕だけが出てますんで、なるほど、まあ、ヒントの VTR でございます。どうぞ。ごめん遅れたけど、おせどごめん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 、おめえ。はい、ヒントを見ていただきました。まあ、日本語のね、はいはいはい、字幕では、1時間遅刻だぞ、うん、しっかりしろと、はい、なってましたね。なってましたね。まあ、これを茨城弁に直すとどうなるのかということなんですけども、はあはあはあ、これはもうちょっと普通に正解じゃないですか、僕。1時間遅刻だぞ、しみじみしろが。お、なるほど。あ、正解出たんじゃないですか、これは。まあまあ、じゃあ、あの正解の VTR と、あとまあちょっと続きもありますんで、うん、まあ最後まで見ていただきたいと思います。ご覧ください、どうぞ。ごめん遅れたけど、おせどごめん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 、おめえ1時間遅刻だぞ、しみじみしろ。なんで1時間も遅刻したんだ。なんでだろうね。うん、はーい、まあ惜しかったですね。なるほど、そうなんです。あの1時間はね、1時間と、うわー、なんか気言うね、確かに、はい、あの1時間をね、1時間って言ったりするんですよね。ダドダドもそうですね。ダドも言うな、画像がダドっていうね、この辺がちょっと
足りなかった。まあしみじみしろはね、まあ、あの大正解でございましたけども、あそこは分かりやすかったけどな、はい、つまり、正解は、うん、痴漢遅刻だぞしみじみしろでございました。いやいやいや、これどうですか皆さん、正解したかな。まあでも簡単な方かな。まあそうですね、その続きもちょっと見させてもらったんですけど、あ、はいはいはい、ちょっともうあの人とは仲良くできませんね、あの日本人さんとは。そうですね、1時間遅刻したんですよね。1時間遅刻して、まあちょっと一応急いではいたみたいなんですけど、まあ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 、まあ、理由を聞かれてね、なんでだろうね、あんな綺麗、すごい偉そうに、なんでだろうね、綺麗な客切れですよね。そうですね、もう本当に茨城県民以外の方はね、ああいうところがあるという。いや、そんなことはないんですよね。そうなんで気をつけましょう、皆さん。そういうわけじゃないんですけど。というわけでございまして、この一痴漢遅刻だぞ、しみじみしろ、はい、正しい発音をね、一緒に学んでいきたいと思います。はい。Repeat after me. 一痴漢遅刻だぞ、しみじみしろ。一痴漢遅刻だぞ、しみじみしろ。一痴漢遅刻だぞ、しみじみしろ。1時間遅刻だぞ、しみじみしろ。なんかあれですね、5分10分の遅刻をした人に対する言い方なんですよね。あ、ちょっと軽いというか、うん、まあ、怒ってるもんね、1時間で60分遅刻してるんで、結構怒ってるか、そうか、かなり待たされてるんで、そうか、ちょっとそれちょっと言ってみてください。どうぞ。1時間遅刻だぞ、しみじみしろ。20分遅刻ぐらいまでは来ましたね。はい、まだダメ、もうちょっと、ただもうちょっと、まだまだいきます。1時間遅刻だぞ、しみじみしろ。それはちょっとまだ40分ですね。だからだいぶ近づいてますよ。よし、もう行っちゃってください。てめえこの1時間遅刻だぞ、しみじみしろ。50分ですね。もう来てますよ、来てますよ、来てますよ。てめえこの俺こじやっぺがお前1時間遅刻だともしみしみしみ。70分いっちゃった。あ、超えた、難しい。70分いっちゃったな。先生だ、でも最後やっぱり12時間っていうのも。12時間、もうでも1日間違えちゃったのかな、 AFPM を。わかります。すごいよね。じゃあ12時間、はいはいはい、遅刻したバージョンですね。これすごいんじゃない？あ、もうやっぱ違うわ。え？あ、もう帰っちゃった。はい。というわけでございまして、次回は何をピックアップするのでしょうか。さっけー。おすペンギンからのお知らせです。現在、水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひスクリーンショットしてください。してますか？してます？何その、してない人いたから今。あ、いた？いた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 。どうしないと。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散お願いします。お願いします。しみじみお願いします。しみじみお願いします。1時間もうこの動画ないんでね、基本的に短い動画ばっかりなんで、ぜひご覧ください。あ、短いもね、意外と言うんです。確かに短いを短いとか短いって、あ、短い動画多いんで、だから字が地になりがちなのかな。うん、いいですね、今